どうも、オフェログの東堀です。本日は告知しておりました東京レプタイルズワールドの初日です。ただいまの時間が9時5分で、この後9時45分より会場です。それでは早速、説明の方をしていきたいと思います。めちゃめちゃかっこいいです。だからこれさ、この間も言ってたけど、ちょっとピンス好きすぎ
っすよね。いや僕なんかね、なんだかんだら結構買ってくるめちゃめちゃかっこいい。なんか動画で言うとあれだけど、僕はあんま空想苦手なんですよ、やっぱ、売り方が分かんないのかな。そうですね、スパイダーっていう存在があるんで、あれがなかったらまた別でしょ。あ、スーパーマスルーパード、僕の感じに結構こんな感じ。だってルーバードの方やばいし、はい、まあ、パステルでちょっと柄ね、まあ、細かくなってる、はいはい、から相性もめちゃくちゃいいっすね、はいはい、めちゃめちゃかっこいい。結構見られてるので、この辺やばいっすね、はい、すごいっすね、尻尾、はい、めちゃめちゃ尻尾見られてる。そうですね、はい、かっこいい。そうですね、でしかもなんかこの穴のオレンジがあんまないのがいい。ああ、そうですね、はい、だから色の部分も面白くて、はいはいはい、あのグラデーションがピッタリなったんで、それはそれできないで、はい、それはやっぱりレパートで、よかったですし、はい、暑いです。そうですね、ゲームですね。ダキモリですかね。かわいいっすね。かわいいっすね。めちゃめちゃ夢かわいい。夢かわいい。めちゃめちゃかわいい。夢かわいいっすね。東ボーイさんが夢かわいいの持ってると、ちょっとなんか、ギャップ萌えしそうな女性現れそうですよ。バランシャンパンはまだね、気になるまでかわいいっすね。ほんとかわいい。そうですね、すげえ。東野さん何が好きなんですか。今日の一押し、今日の一押し、あかん、これだけこれ思うのか、これ思うのか、これさっき、うん、これが一番いい。いや、これはめちゃくちゃいいよ。これやべえなぁ。あー、スポーパイもいいなぁ。いや、めちゃめちゃかっこいいな。そう、朝の会議だからさっき食べとったんだけど、別にでさ、ハイボールのヘッドアタンが、はい、まあ、MJ なんだけど、結構死んでしょうか、今、うん、で、はい、そんな、ちょっとあれば、もう、喧嘩にしあノーマルでも神経障害出てるのがいますからね、血濃くなって、ノーマルでも血の濃いノーマルでいるんで、うん、いや、いいね、これ逆ファイヤーとかになってるエンチバイ、エンチャー3回にして、めっちゃローファイにして、かっこいいっすね、なんかね、ローファイになります。あ、ローファイになりますけど、めっちゃハイファイと思ってる。あ、ローファイになりやすい意味ではないんすか。あ、あったんだよね。あ、すごい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 。この間お邪魔した時も、ずーっとこうやってお二人で答え合わせみたいな、ずーっとしてるんですよ。これはあれですね、東本さん、あ、こうなるんやってずーっとおっしゃったこれ、これが好きなの。サンセット、サンセット、あんまりいないですよね、なんか、はい、サンセット、すごいな。原ジエちゃんみたいなもんね。あ、そうですね、はい、ジエちゃんみたいな柄で、はい、この色ですね、はい、名前の通りだ。パターン、パターンプラスカラーモルフ、レッセーモルフだったら多分ここ3セットだけだと思うんです。大体どっちかなんで、まあ、パチ位置的にやっぱ JCI と似てます。すごいな、レッセーってのいいな。この間あの紹介していただいたじゃないですか、はいはい、一発目でシャーって開けて、はい、3セットですって持ってこられて、すげー3セットだからもうフェーレイより もうシンプルなアスファルトの方が使いやすかったですよ。ああ、そうそうそう、はい、すごいな、色がもう濃いというかっこいいな、イカ寿司が入ったみたいな。そうです、大きいやつも出さないですか。アダルトですか。アダルトはみんなこんな感じ出しますけどね、うん、ブリーディングしてますか。今は結構ピンも大きいとから、これめちゃくちゃ綺麗だ、これコントラスト、神経障害、神経障害激しいですよ。俺は出てない。使える使える、東北さんが鍛えている理由としては一般量を増やすためでもあるかもしれないですかもしれないめっちゃ思うよな。アバルキーデータやったら、アバルキーデータは振り込みたくないやん、そのジミットが好きですから。ところで時間半が結構取れるんで、あ、もし結構プラッシュを取れます。今まで9キロラッチぐらいで学習してるのが10キロがいいんで、今はかけてるのもいいんで、今年は去年よりは取れると思う。うちもまだ多少に問題発生で、今回はいろいろとかついてるのもかけてないんですけど、
ってないから、楽屋とか断るまで。ああ、そうです、断る。ああ、はい。教えてください。ということで、東京レプタリズワールド初日が終わりました、本日私とお話しいただきました皆様、また当店からご購入いただきました皆様、誠にありがとうございます。明日2日目も本日と同じく9時45分開場です。それでは明日会場でお会いしましょう。良いゴールライフを。